はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕樹です。本日こちらメルセデスベンツの GLC 新型が報道解禁ということでですね、早速動画の方をお届けしていきたいんですけれども、今日はですね2本の動画を公開しております。この動画ではですね、一般道市場とそれからオフロード市場が叶いました。こちらの方をですねご覧いただきたいというふうに思います。それではですね、今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録高評価ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、それではですね、なんと今回オフロード市場が叶いました。これね、あのメルセデスミーとかにあったあの展示用のオフロード模擬コースをですね、あの保管してあって、それを今回ね使わせていただけることになったんですけれども、やっぱね GLC は都会派のねオフローダーなので、まあ本当に行けんのかっていう感じがあると思うんですけれども、まあ私はね大体の予測でそれはいけるでしょう、メルセデスなんだからっていうふうに思っておりますが、まあ、今回ですね、トランスボンネットっていうですね、ボンネットトランスボンネットっていうですね、あのボンネットの下を透過させるカメラが入りました。でそれはこれメルセデス初なんですけれども、このホーム画面からこの画面になるでしょ、もう一個あるんですよ。はい、そこにオフロードっていうのがあるので、ここを押すとこうなります。はい、これだとオフロードの画面になるんですけれども、この中で左の端っこですね、これを押すと、はい、こんな風にボンネットの下が、まあ、透過されますよというような、あ、これメルセデス初機能が導入されました。まあ、あのレンジローバーなんかではね、あのそもそもあった機能なんですけれども、メルセデスに初めて GLC から入ったという機能になります。もう本当にこれ安心安全だと思いますので、ちょっと行ってみましょう。まずはですね、ものすごいこの、おー、つけたつけた、この急勾配を上がって下がれるんですか、あなた一体っていうような走行なんですけれども、ほう、怖いよ、怖いんだけど、あ、見えてるから結構怖くはないんですね。そうなんですね。これをまっすぐ上がっていきます。おー、今回ですね、あの寸法も少し変わったんですけれども、実はですね、あのデパーチャーアングルとそれからアプローチアングルも拡大されましたということで、よりオフロード性能が向上したんですね。もうスルスル、全然何の怖さもないし、普通にノーマルモードで今行けちゃってます。でこれが見えてるからすっごい安心。はい、そしてここまで来ました。でここからですね、階段状になっていくんですけど、おーおーおー、ブル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 、全然安心です。スルンと行けてしまいました。素晴らしい。さあ続いてはですね、オフロード走行の模擬ではよくあるんですけれども、片輪ずつですね、この路肩のようなの起伏に乗り上げて、左右輪のどちらかが完全にフリーになってしまう、トラクションがなくなってしまうという状況を行ってみたいと思います。こんななりしてって思うんですよね、いつもね。はい、今右乗り上げました。はい、普通に越えていっております。はい、そしてすごいね、サスペンションとかも出てくるんですね。はい、そして今左に乗り上げました。だから今こういう状況になってるね。はい、完全に今右前と左後ろがフリーになってるんですけども、これも細かに、はい、制御をしてクリアすると。いや、脱出早いですね、びっくり。おお、あのアクロもメルセデスというか、めちゃめちゃスムーズですごい静粛性が高いんですね、びっくりしちゃいました。さあそれではですね、30度傾くみたいなこともやらせてもらえるみたいなので、ちょっと行ってみたいと思います。ちょっと足元見ながら行きましょう。さあ行きますよ。こうして、え、こうして、え、本当にいけんの、本当にいけんの、え待って待って、ちょっと怖い、すごい、めっちゃ傾いてます、髪の毛すごい、普通にいけちゃった、怖い怖くないけど怖い、いけました、いけました。さあというわけでですね、それでは一般道試乗してみたいと思います。こちらの GLC でございますけれども、今回、まあ、この新型に関しましては、実はですね現時点でディーゼルモデルの導入しかされておりません。
というかディーゼルモデルの導入しか発表されてないです。で、まあ、この件に関して、まあ、あの MBJ の方に聞いたところですね、鋭意頑張りますというあのちょっと本当に曖昧なお返事しか返ってこなかったんですね。で、まあ、今後パワートレインが追加されることは、まあ、考えられはするんですけれどもかなり時間がかかるんじゃないかと、まあ、つきましてはですねちょっとあまりその発表もされていないということでですね、もし例えばプラグインハイブリッドとかもしガソリンエンジンモデルとかいうのを求める人がいらっしゃったらかなり気長に待たなければいけないな、もしくは早めにつばついてけといた方がいいんじゃないかなっていうような予想がされます。これは私の予想なのでご自身の決断でですね、ちょっとジャッジしていただきたいなと思いますが、さておき、この GLC ですね、導入は 220D のフォーマティックのみのグレード展開というところからスタートいたします。で、まあ、この 220D なんですけれども、まあ、従来型のですねディーゼルですね、 OM654 型の縦置きのディーゼル4気筒なんですけれども、こちらが搭載されているんですが、まあ、フルモデルチェンジということで、まあ、ストローク、ボアストローク変えたりとかしてエンジン自体にもですね改良が加えられているというのがポイントです。なんですけれども、まあ本当全体的にキープコンセプトになったかなという感じがいたしますが、その中で、まあ、テクノロジーとして大きく変わったところが、ISG ですね。あのマイルドハイブリッドがディーゼルにも搭載されたということが、やっぱり大きな、一つポイントになってくるかなというふうに思います。で、この、まあ、あの2リッターのディーゼルエンジンなんですけれども、メルセデスのものは、まあ、ちょっと私はこの4リッターのディーゼルエンジンに物足りなさをもともと感じていて、あんまり好きじゃなかったんですけれども、これがですよ、これが ISG と組み合わさることによって、めちゃくちゃ滑らかになったでっていうのが、ISG、まあ、マイルドハイブリッドと、それからディーゼルエンジンの組み合わせの一番大きなメリットと言ってもいいかなというふうに思います。実際、このエンジン搭載されたこの GLC に乗ってみて、もうねこれ本当にね多分にプラシーボもあって本当に申し訳ないんですけど、実は私最近ずっと EQS に試乗する機会がすごく多くて、まあ、EQS ばっかり乗ってたんですよ。贅沢な話ですよね。 EQS ばっかり乗らせていただいておりました。で、まあ、EQS はごめんなさい、当チャンネルでもまだ編集できてなくてかなり前に乗ってるんですけれども、まあ、ちょっと追ってお出ししますという感じなんですが、この EQS、まあ、あのメルセデスベンツの中でも専用プラットフォームを持った、まあ、フラッグシップの EV ということもありまして、もう本当にすごいです。もう宇宙船みたい。宇宙船乗ったことないけど多分こんなだろうなって思うぐらい本当にね、あのすごいすごい EV なんですよね。で、このすごい EV、 何がすごいってやっぱ静粛性とかもすごくて、もうあの無音なんですよ、ほとんど。っていうことを、まあ、まずイントロとしてお話ししておいて、 GLC のこのディーゼル乗ると少しですね想像しさを少し感じました。今ね、この加速の時とかに、まあ、あの ISG がついておりますので、まあ、マイルドハイブリッドなのでね、あのモーターの走行域はないです。いきなりですね、エンジンがブルンとかかるようなものではあるんですけれども、まあ、加速の時にはですね、あの ISG が、あのうまくトルクを足してくれまして、あのマイルドハイブリッドらしいですね、あのスッとした加速っていうのを楽しむことはできます。で、もともと、この4気筒のメルセデスの4気筒のディーゼルは、あの少しですね、そのトルクが、まあちょっとこう弱いというかスカスカ感が少しあったんですよね。だから、ディーゼルエンジン、4気筒のディーゼルエンジン単体で搭載しているモデルに関しては少し物足りなさ、加速の時のですね、まあちょっとタイムラグというかね、そういうのを感じていたことが私の中で引っかかりだったんですけれども、それが、まあ、あのマイルドハイブリッドとの組み合わせによって非常に洗練された、非常にスッキリ感が出たっていうのはもう朗報でしかないかなと思います。で、さらにね、燃費も良くなっているので、のその辺でもですね、あのディーゼルの燃費の良さ、さらにその ISG で燃費が良くなるっていう環境性能にもね貢献しているっていうことも含めまして、まあ、この ISG の搭載っていうのはもう歓迎でしかないというふうに私は思っています。はい、そしてですね、やっぱりあの最新のインターフェースになったっていうのも大きな理由の一つになってくるかなというふうに思います。今私あのボイスコマンドで、そのコマンドを出しましたけれども、それに沿ってナビが設定されるとこのようにですね、AR ですね、仮想現実のナビが、まあ設定されるんですね。で、あのちょっと曲がりますよっていうふうに出てきます。
はい、まあそれによってですね、まあ、このようにほら拡大されてね、表示されたりとかして非常にね、ナビが分かりやすくなったとっていうのが、まあやっぱり嬉しいですよね。すごい綺麗なので、すぐにこう使いたくなるっていう機能だと思いますけれども、まあ、こちらもですね、こちらオプションになりますけれども、これも搭載されてます。で、まあインターフェースが新しくなったことによって、私ここも今ね、ナビゲーションを選んでいるので、もうかなりうるさい感じにはなってますけれども、まあ、ここの画面はですね、走行中にもですね、このようにこう選べますので、はい、まあ好きなようにですね、レイアウトするというのもですね、このメルセデスの MBUX、まあこれらのこと全部 MBUX って言いますけれども、これらのですね、機能のメルセデスを選ぶ一つの理由になってくるかなって思うんですよね。で、このインターフェースも本当にめちゃくちゃ使いやすいんですよ。で、私は、MBUX の凄さっていうのは、内外装と使い勝手編でもお話ししたんですけれども、これもう声を大にして言いたいのはですね、もう階層がめちゃくちゃ浅いんですよね。だから、まあ今みたいに、こう、お話を一旦慣れてしまえば、お話をしながらパパってこう片手で操作して、まあどんどん機能を自分のものにしていくことができるっていうところが、やっぱね、本当によく熟考されてるなっていうふうに思うんですよね。で、まあ、例えば今の AR のナビとかも、まあ日本ではですね、 E クラスからの導入になりましたけれども、実は本国ではですね、A クラス、まあ間もなくね、マイチェンしますけれども、新型の A クラスから導入されていて、かなり実績のある機能で、まあそれをですね、まあグローバルに落とし込んでいってるっていうことのスピード感の速さっていうのも、こう今のね、メルセデスのこのインターフェース作りの魅力のうちの一つかなっていうふうにも思ってます。さあ、そしてですね、やっぱり走りの話をしたいんですけれども、まあ、少しね、冒頭に、まあ、このディーゼルエンジンと、それから ISG のマイルドハイブリッドの話をしましたけれども、まあ、これによって GLC もですね、まあ、今回は、とりあえずこの 220D のフォーマティックからスタートという話になりましたけれども、まあ、電動化を叶えたモデルということになりました。まあ、一つしかなくて、ね、パワートレインが一つしかなくて、それが電動化したら、まあ、その GLC も電動化全部しましたって言ってもいいっていう感じになってるんですけれども、まあ、とにかくそれによって電動化をしましたよね。で、それだけではなくて、実はですね、プラットフォームが変更になっております。で、これは C クラスとか S クラスと同じ新しい世代のプラットフォームになったんですけれども、いや本当にね、国産車とかがプラットフォーム変わったら大騒ぎですけれども、まあ、GLC とかね、その S クラス、C クラスとか、まあ、メルセデス・ベンツになってくると、まあ、プラットフォームの変更がさらっとこんな風にアナウンスされてるんだなっていうぐらい、あんまりプレスリリースとかにも書いてないんですよ、何も。なんですけれども、まあ、明らかにプラットフォームが変わったことによって、ちょっと寸法が変わりました。で、全幅は据え置きしたっていうのが割とメーカーの良心かなっていうふうに思うんですけれども、まあ、これによって取り回しの良さは叶えつつ、まあ全長が伸びましたので、でホイールベースも少しだけ伸びましたので、まあ、直進安定性というところには貢献しているかなというふうに思います。まあ、実際問題走っていて、そもそもやっぱり GLC というかメルセデスベンツ自体のですね、直進安定性とか剛性がすごくいいので、ここにめちゃくちゃ変化があったとか、めちゃくちゃ進化したっていうところは正直感じはしないんですけれども、まあ、本当大きな恩恵としては、まあ、プラス 17kW の、ISG が搭載されたことによって、まあ低速から高速域までのつながりが非常に良くなり、ここにスカスカ感が全くなくなったっていうところが、まあ、ユーザーにとっては本当に大きなメリットかなというふうに思います。なので、まあ、街乗り中心に今回乗ってきましたけれども、この街でのストップアンドゴーっていうところも非常にリニアなんですよね。なので信号待ちから加速するときに、まあ、ワンテンポ遅れたようなタイムラグっていうのは全くないですし、まあ、本当に時速0キロから高速道路で走る100キロぐらいまでシームレスに滑らかに加速ができるというようになったと。で、それが2リッターのディーゼルエンジンで叶えられているので、エコノミー性も同時に叶え、さらに、まあ、走りも非常に、まあ、楽しいというよりは、まあ、便利になったというようなイメージでしょうかね。だから、まあ、めちゃめちゃトルキーとかめちゃめちゃ走りが楽しいっていうような感じの車ではないんですけれども、正直言って、まあ、そういうことをですね、多分 GLC に求めて買う人あんまりいないと思いますので、まあ、ユーザーの、その求めるものと、それからメーカーが提供するもののバランスが非常によく取れているのかなというような商品になってます。まあ、だから本当お買い得感というか、その納得感のあるね、その商品構成に関して納得感のある新型になったかなというような、こう冷静な、ね、判断ができるモデルになっているかなと思いました。この車、その全長がね5センチ伸びましたので、
まあ、実際問題サイズが大きくなったからちょっと怖いんじゃないのっていう風なあのイメージを持たれる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、そこがすごいところで、なんとですね、リアアクセルコントロールがついたんですよね。で、まあ、これはまあ 4WS のあれですよ。なのでそのリアアクセルを例えばですね、時速60キロ以下に、して走ってる時は逆位相に切れて、まあ、非常にこう最小回転半径とかに貢献するというようなものなんですけれども、で、まあ、60キロ以上になると同位相になって直進安定性に貢献させるというようなものなんですが、まあ、メルセデスベンツの場合はこれがまあ上位機種にめちゃめちゃ入っている、まあ、冒頭にお話ししました EQS とかにももちろん入ってますし、それから、AMG モデルですねにも入っている、まあ、非常にそのレースのシーンでもモータースポーツのシーンでも鍛え上げられた信頼性の高いものが入っているので、まあ、GLC のようなまあユーティリティカーに入ってくるともうお手の物ですよ。だから例えば交差点で角曲がるとか、例えば駐車場に止めるとか、もうびっくりする回転半径で止められちゃうので、例えば私もさっきですね撮影してる時に駐車場に止めたんですけれども、通常であれば隣の枠に入っちゃうぐらい少しですね切り遅れてしまったんですね。だけれどももう気づいたらスポッとその枠に入っちゃってるっていうようなぐらい、もう本当に小回りがギュギュッと効きますので、実際問題そのバックの時とかもそうなんですけれども、まあ、前進の時のね取り回しもそうで、この逆位相同位相に切れていく、まあ、それが車が勝手に行ってくれるっていうことの安心感っていうのは、もう一回これ乗っちゃうとこう他の車にね、例えばレンタカーとか人のいい車借りたっていう時に乗ったりとかすると全然ハンドル切れないじゃんってもしかしたら低速では思うんじゃないかなと思うぐらいに非常に便利でした。なので、まあ、実際問題5センチ伸びてますけれども、取り回しっていう面で不安に思われることはもうほぼないかなと。逆にこれが切れすぎるがゆえにですね、最初前の車のですね感覚が体に残ってる時はめちゃめちゃ切れるからすごいちっちゃく回っちゃって、それに慣れるまで少し時間がかかるかもしれないです。でも、まあ、その冒頭に申し上げたこの4気筒エンジンの、まあ、少し、まあ、ノイジーな感じとかいうのと同じで、まあ、人間の体ってすごくすぐ慣れますので、現状に。でこのまあそうですね、まあ、この音に関してはもうちょっとね、まあ、サウンドが抑えられてもいいかなっていうふうには実は、まあ、思うんですよね。で例えばオフロードになってくると、まあ、さらにですねアクセル動力が動力のこう踏み代が増えていきます、まあ、イコール、まあ、たくさん踏まなければいけないというか、たくさん踏むのでそれだけエンジン負荷がかかってくるので、エンジンのそういうサウンドっていうのもおのずとこうね大きくなりますよね。でそういう時にあれやっぱりちょっとなんか GLC、まあ、C クラスなんだなっていうことを感じさせるというか、まあ、さらに上位モデルに比べるとですね、やはりそのノイズの割り切りっていうのがなされているというのを、まあ、実感せざるを得ないんですけれども、まあまあでもじゃあ全然そのお話にならないぐらいうるさいかっていうとそうでもないですし、またそのこのですねリアアクセルのコントロールとかも、まあ、すぐに体に馴染むものだと思いますので、まあ、オーナーさんはさほどですねまあ、神経質になるほどのものではないかなっていうふうには思っています。むしろそのオーナーさんはこのリアアクセルのコントロールに関しては本当にすごく便利だなと思うことがこう増えてくると思います。なのでまあ車庫入れの時とかね細かいところに入っていく時ってそもそも車速が落ちてますので、そこであそうだそうだこれリアアクセルコントロールついてるからちょっとこう小回り効くから最初のうちは気をつけようって意識的にね思えばいいかなっていうふうに思うんですよね。でもどうしても嫌な方はこれオプションなのでつけないっていう手もありかなっていうふうに思います。いやでも全体的にやっぱ質感上がりましたよね。このもう本当にマイルドハイブリッドのおかげで、まあ、エンジン負荷がそれだけ少なく済みますからすごく静かにもなりましたし、ちょっと相反しますけど先代に比べると静かになりましたし、ディーゼルっていうねパワートレーンを搭載しながらも C クラスらしいその質感っていうのはね担保されているかなっていうふうに思います。で本当にもうインターフェース綺麗ですし、まあ、ルックス的にはねキープコンセプトになりましたけれども、まあ、こういうところも含めて、まあ、メルセデスベンツらしいこう正当進化ということを考えると、まあ、本当、まあ、世界で一番売れてるメルセデスってこれですよっていうのがねなんとなくこう納得がいくというか合点がいくようなねそんな新作になっているかなと思いました。
はい、というわけで今日はこちら新型の GLC の一般道走行とそれからオフロード走行をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。まあ、非常にスタイリッシュな都市型の SUV と思いきやですね、やっぱりその辺はさすがメルセデスベンツ、オフロード性能とかもですね、もう抜かりがないというかね、本当にもう全方位的に、まあそれは売れる車作ってくるよな、世界で一番売れてるメルセデスってこういうことだよなっていうことをね、感じさせる懐の深さを見せてくれました。皆さんもぜひですね、こちら機会があれば試乗してみてください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひぜひよろしくお願いします。自動車ジャーナリストの今井由紀でした。バイバイ。